何してんねん。タワマンやでちゃうわよ。そっちが田舎もんじゃ。おーす、みんな、今日は2020年最後の動画や。今回のテーマなんやけど、関西人が標準語やと勘違いしてる関西弁や。関西弁の中にはな、関西人が標準語やと思ってるもんが結構あって、みんなわかると思って別の地方の人にも普通に使ってまうねんな。せやから今回はみんなにその一部を紹介しようと思ってるから、ぜひ最後まで見てくれよな。まずはスキットを見てくれ。してもうたこれ、山崎リアのこの状況どうしたの。いや、なんか友達に送るはずのメールを取引先に誤爆してもうて、相手が今カンカンに怒ってんねん。あー、これやばい、今からオフィス行って謝りに行かなあかんやんか。大変だね。うん、なんか手伝うこととかある？あー、それやったらさ、ちょっとこのカメラ直しといてもらっていい？直しといてもらっていい？カメラを直す、うん、ってどういう。あー、ほなじゃあ俺うんこ行ってくるわ先に。じゃあな、頼むわ。カメラ直す。あ、もしかしてオフィスで何かの撮影があるけど、カメラが壊れてるから修理してくれってことかな。うん、きっとそうだよね。うん。あー、すっきりした。いや、これから取引先に謝りに行く思ったらもうめっちゃ下痢になってさ。っておい、何してんねん。いや、直してって言ったから直してるんじゃん。いやいや、そっちに直しといて言うたんやけ。もうええわ、これ俺がやるわ。俺がやるよ。あ、そういえばさ、この書類どうする。あー、それはほっといて、ほっといて、頼むわ。なんかこれ以上直してくるわ。うん、なほっとく。あ、放っておけばいいんだね。あ、じゃあこのままでいいってことだね。よし、カメラを直したことやし、そろそろ着替えかなって。おい、この書類ほっといて言うたやんけ。なんでまだここにあんねん。だからほっといてって言われたからほっといてるんじゃん。いや、掘る、日本語わかる自分。あー、あの掘るって、あの地面をスコップで掘るみたいなやつ。お前アホか。もうええわな、これ俺ほっとくから、カッターシャツ持ってきて。カッターシャツ、俺着替えなあかんから。カッターシャツ頼むで、よろしく。カッターシャツ。カッターシャツ、何それ。シャツを切るもの。わからん。とりあえずカッターナイフを持ってきたらいいか。うん。あー、そしたら着替え始めるぞって。おい、なんてことも持ってきてんねん。俺殺す気か。俺確かに今日はやらかしたかもしれんけど、そこまで悪いことはしてへんで。いや、だからカッター持ってきてって言ったじゃん。だからカッター持ってきたの。何を言ってんねん。カッターシャツ、カッターシャツや。この辺で働いてるダーコーネみんな着とるやないかい。ほな、俺そろそろ行ってくるわ。うん、気をつけて。あ、ありがとう。で、今日は金曜だし、無事に終わったら居酒屋で飲もうや。あ、そうだね。あ、じゃあ楽しみにしてる。あ、じゃあな。はい。いやー、なんとか今日終わったわ。お疲れ様。思いっきり土下座したらなんとか許してくれた。マジで焦ったわ今日は。ほんとよかったね。あれ、まだ突き出し来てないんじゃん。え、突き出し。突き出しは突き出しやろ。突き出しって何。え、自分居酒屋行ったことない。え、自分とかなんや。みんな公園でお酒飲むか。居酒屋は行ったことあるけど、うん、そんな突き出されたことないし。は、いやー、この枝豆うまいなー。おい、落としもだ。はい、3秒以内やからセーフ。汚いってことやろ。わかったわかった。ほんなら俺今から便所行ってくるから、その間に皿のもんもらってきてもらっていいか。え、皿のもんや。いやいや、今落としたの皿じゃなくて割り箸だから。飲みすぎて酔っ払っちゃった。自分こそ酔いすぎて頭おかしくなったんちゃうか。皿のもん、皿ピンのもんや。何を。いや、こうやって居酒屋で飲むの久しぶりやな。そうだね、最近行ってなかったもんね。全然行ってへんわ。俺が二十歳の時一番行っとったな。あ、そういえばさ、俺が二十歳の時ってさ、何回やったっけ。何回、その時何回会ってたかってこと。いや、まだその時はね、出会ってもなかったんじゃないかな、確か。自分頭大丈夫か。あ、何階に住んでたかってこと。その時は確かね、25階かな。そんな高いところに住んでたん。タワマンやでちゃうわよ。何回、そん時何回生やったか聞いてんねん。あー、そろそろ帰るか。うん、そうだね。あ、やばい、まだ取引先から電話かかってきた。いや、申し訳ないけど、さっきその出とくから会計しといてくれへん。で、会計終わったら近くのモータープールで待ち合わせしよう。モータープール。あー、やばい、そろそろ出ないと。ほな、また出よう。あ、モータープール、
どこかのプールってことかな。ちょっと調べてみよう。あ、近くにちょうどジムがあってそこにプールがついてる。多分このことを言ってるんだろうな。うん。もしもし？おい、もうだいぶ時間経ったけどどうした？もしかして会計でぼったくられたりしたんか？いや、もうずっと前からいるんだけど。え？いや、どこ探してもおらんねんけど。今どこにおんねん？ QS ジムのプールの前。は？なんでやねん。モータープール、自分免許持ってるやん。いやいや、プールはあの免許なくても泳げるから。お前何言ってんねん。それはこっちのセリフじゃ。さっきからようわからん言葉ばっか喋りやがって。そっちが田舎もんじゃ。どうや、おもろかった？今回は合計7個の表現を組み込んでみたんやけど、みんな意味分かったかな？ほな、これからその7つの表現について意味を紹介していくわ。なんか手伝うこととかある？あー、それやったらさ、ちょっとこのカメラ直しといてもらっていい？直す、標準語、修理する、関西弁、元の場所に戻す。この書類どうする？あー、それはほっといて。ほっておく、標準語、そのままにしておく、関西弁、捨てる。もうええわな、これ俺ほっとくから、カッターシャツ持ってきて。カッターシャツ、標準語ではワイシャツと言います。マジで焦ったわ今日は。ほんとよかったね。あれ、まだ突き出し来てないんじゃん。突き出し、標準語ではお通しと言います。主に居酒屋において、まずはじめに強制的に出される料理で、事実上の席料のような存在です。汚いってことやろ。わかったわかった。ほんなら俺今から便所行ってくるから、その間に皿のももらってきてもらっていいか？皿、関西弁では新品という意味になります。他の地方の人が聞くと何のことかわからない場合が多いです。俺が二十歳の時一番言っとったな。あ、そういえばさ、俺が二十歳の時ってさ、何回やったっけ？何回、関西では大学の年次を1回生、2回生と表現します。文脈によっては何回だけで大学何年生かを尋ねる意味になり得ます。しかし関西でも小学生から高校生までは1年生、2年生と表現します。いや、複雑すぎるやろマジで。いや、申し訳ないけど、さっきその出とくから会見しといてくれへん？で、会見終わったら近くのモータープールで待ち合わせしよう。モータープール、関西弁では駐車場を指します。これが関西以外の日本人が一番ピンとこないものだとも言われています。そっちが田舎もんじゃ。はい、今年最後の動画は関西弁で締めくくってみたんやけど、どないやったかな。今年もみんな動画見てくれてありがとうな。来年も引き続きおもろい動画たくさん更新してるから、ええー、なって思ったらいいねとシェア、ほんまよろしくな。それではみんな、良いお年を。友達に送られる。ちょっと待って、めっちゃ見てた。いや、なんかさ、取引先に送る。友達に送るはずのメールを取引先に誤爆してもうて、相手がカンカンやね。あ、やめてくれる、ごめん。さっきからようわからん言葉ばっか喋りやがって。この今が、さっきからようわからん言葉ばっか、さっきからようわからん言葉、さっきからようわからん言葉ばっか喋りやがって。ゆっくりいいよ。